太陽系の第三惑星地球、水と空気に守られた生命の星である。我々地球人は今や巨大なスペースコロニーを建設するほどの科学力を獲得していた。人類は宇宙時代を迎えようとしているのだ。だが大宇宙には我々地球人のまだ知らない多くの謎が存在しているのだ。この宇宙の裂け目、虚構もその一つである。この虚構の中に宇宙犯罪組織マクーの本拠があるのだ。我々マクーは地球を植民地化し、犯罪に満ちた惑星にしなければならない。人間どもから善なる心を奪い取り、悪魔の魂を植え付けるのだ。奪えるものは何でも奪え。そしてスペースコロニーを血祭りにあげるのだ。シャクモンスター、シャシャ。東京地底の海洋祭。銀河連邦警察の宇宙刑事ギャバンが特命を受け、地球を目指しバード星を飛び立った。すでに始まっているマクーによる秘密基地建設を阻止するのだ。急いでくれ。はい。それから我々を裏切った元宇宙刑事のハンターキラーと名乗る男には十分気をつけてくれ。油断するなよ。あの星は母のふるさとでもあります。マクーの勝手にはさせません。地球に到着したギャバンは早速調査を開始した。ちょうど同じ頃、 UFO を目撃した幼稚少年はマクーの秘密基地に迷い込んでしまった。急げギャバン、マクー基地から少年を救い出すのだ。かかれ。シャシャ。来い。シュー。
着。宇宙刑事ギャバン。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。ギャバンめ、魔空空間に引きずり込み、地軸転換装置を作動せよ。ドン・ホラーは地軸を操るブラックホールに似た魔空空間を作り出すことができるのだ。サイバリアン。行くぞ。シャシャ。うん。クレイションボンバー。うん。シャシャ。シュー。シュー。うん。クレイションボンバー。シュー。行くぞ。来い。ディメンションボンバー。ディメンションボンバー。ジャジャ。シャシャ。シャシャ。ディメンションボンバ陽一を助け、アバロン乗馬クラブで働くことになったギャバンは、母の姓をもらって一乗寺レスと名乗った。各地で宇宙刑事ギャバンと宇宙犯罪組織マクーとの熾烈な戦いの幕が切って落とされた。乗着せよ、宇宙刑事ギャバン。